風が強いよ。何この風。風強すぎ。何これ。こっちから風来てるからこれ失敗かな。風がね、結構強かったんだけど、止んできたっていうかね、弱くなっちゃうんで、薪ストをね、ちょっと入れてみようかと思ってるんですけど、ちょっとレイアウトがね、うまく決まんないんだよね。荷物もあんまり入れてなくて、こんなもんしかね、入れてないんですよ。で、薪ストの、煙突ポートはここにあるんですね。だからここに一応置いて、どうしようかなっていう感じです。悩み中。風もちょっとね、弱くなってきたんで、よいしょ、よいしょ、お、どっち側向けようかな。ちょっとまず煙突の位置ここか。だからここだね。ここかな。感じかな。そうね、こんな感じかな。ストーブジャック、どっち向きにつけるのかな。こういう感じか。これで、よいしょ。これで、なるほどね。はいはいはい。あ、ちゃんと、ジャストフィットだ。はいはいはい。で、これ巻くのか。こういう感じですね。ちょっと今映ったかな。
こっちか。で、この位置だよね。あ、ちょっと位置変わってくっか、これ。うん。これでも全然行けるスペースなんで、やっぱり広いね。こっち側全然空き空きだから。ここになんかストーブ置いたりとか、ね、テーブル置いたりとかしても、全然行けちゃう。広い広い。確かね、八角形の8メーター、8メーター、8メーターなわけないか。4メーターなんですよね。だからサーカスよかちょっとちっちゃいけども、ここのね、立ち上がりがあるから、すごい広く感じますね、余計に。4メーター四方だけど、すごい広く感じる。うん、なかなかいいんじゃないですかね。薪ストリートも、ノースライズでしたっけ、あれみたいにキャノピーがね、自由に開けられるのがね、いいですね。ちょっとね、風が今日あるからね、どうしようかと思ったんですけど、とりあえず立ててみました。このメッシュがいいね、すごい。このメッシュは最高ですよ、これ。こっちも開くんですよね。こんな感じですね。すごい広い。やっぱ広いね。こんだけ広いといいね。うん、ちょっと無造作に何にも考えずに置いたんですけど、あそこの中荷物置けるし、最初ねそこにコット置いたんですよ。でちょっとね場所を変えちゃいました。せっかくね空いてるのにね、もったいないなと思ったん で今日のね今温度がね9度、外気温一応9度で幕内が 14.5 度、そんなにね寒くないんですよね。うん、まあでもねちょっとね薪ストをね入れてみてどんな感じかっていうのをやってみたかったんで、ひとまずこんな感じで入れてみました。ちょっといつもと違うね雰囲気かと思いますけど、荷物もねそんなに今日持ってこなかったんですよ。出川島もねちょっとピンとこなかったし、いつもねダルトン2個持ってきてバッチリその中に荷物ね、ランタンとかいっぱい入ってるけど、今日ランタン1個しか持ってしないし、うん、ちょっとねシンプルに設営しようかなとか今日は思ったんで、こんな感じのね殺風景じゃないまあ ですけどやってます。こんな感じで、
はい、ただいまの時刻、20時ですかね。ちょうどかな。外気温はね、-5.2度で、中がね、ちょっと出入りしてるんで 14.9 度。16度になったら14度後半 ?15 度になったりとかしますね。上の方はかなり温度高いんで、多分、30度近く行ってんじゃないかと思うんですけどね。結構暑いですね。立つと。顔がすごいもうぼーっとすぐに暑いんで、サーキュレーターが中で回せば、下の方に循環していくんで、結構ね、温度の方が上がるかなと思いますね。ただね、やっぱり、ポリテントもそうですけど、TC のがやっぱり温まりますね。冬のキャンプは、やっぱり、TC 膜っていうのは、メリットあるのかなとは思います。で、煙突の、ポートの方も、溶けたりとか、焦げたりとか、匂いがしたりとかはしてないですね。結構ね、ガンガンもしてるんですけども、そういった匂いもなかったんで、そのままね、十字のままにしとけばよかった。ちょっとね、切っちゃったんですよ。心配だったんで。久しぶりにワンポールね、のキャンプなんですけど、やっぱりいいですね。形がかっこいい。あと風に強いですね、やっぱね。日中すごい風だったんで、どうしようかなと思ったんですけど、これちょっと、いびつな形してんで、結構、後ろのね、ベンチレーターの方が、もう風当たると結構心配かなと思ったんで、結構意外に強くて、うん、ストーンはね、ロープが結構細いんで、心配はしてたんですけど、全然大丈夫でしたね。うん。あとはね、元っ腹みたいな、四方八方来る風だと、ちょっと、やばいのかなってね。ある程度ね、風の向きが読めるキャンプ場、だったらね、いろいろ、ね、ストーンも張ったりとか、ね、角度を、ちょっとね、ストーンの角度を変えたりとか、いうのでね、対応はできると思うんですけどね。さすがに四方八方来られちゃうと、結構ちょっと怖いかな。純粋なね、八角形じゃないんで、ちょっとね、いびつっていうか、ベンチレーター立ち上がってる部分だけがちょっと違うんで、そっち側がね、結構なんか、心配かなというふうには思います。それ以外は、とてもね、いい作りっていうか、アイディアの詰まったテントかな。うん。いろいろね、細かい分気になったところはあるんですけど、なかなかいいですよ、このテント。これで TC だったらちょっと重いね。やっぱり重さが出ちゃうから、うん。薪ストーブをしたいために TC にする必要もないのかな。うん。薪ストーブはしたいためにのテントじゃなくて、春夏、冬以外楽しめるテントかな。雨のね、キャノピー立てて、サイドウォールはね、ちょっと作れる感じなんで、雨よけにもなると思うし、うん。あと、開放的にね、後ろのメッシュを開けて、夏なんかすごい快適にね、過ごせるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、オールシーズン全然使えますから、うん。いいテントだと思いますよ。いいもん作るなぁ、ワーティーさんが、ほんと、と思います。うん。おはようございます。今5時
4時53分かな。結露は凍ってますね。いい感じにガチガチになってますね。このように穴が開いてしまいました。まあね、素材的に仕方ないかなと思いますね。あとはもう二次燃焼のストーブを使うとか、あと火力を調整するとか、風向きを考えてとかしないと、まあ防げないのかなっていうふうには思います。